はい、オッケー。しかも動画ですこれ。はい、動画です。あれです、リリースしてください。はい、サンバ荘でした。はい、今日これ来てるのがですね、4畳半、城ヶ島の4畳半ですね。まあこれ同行者が釣ってる、ここがまあいわゆる4畳半と呼ばれるところです。六分の辻沢ですね。で、この左側の方を見ていくと、ひな壇とか、まあ、西の入りとか、そういったのがあります。今日ちょっと沖にですね、まあ、漁師さんが入れた網がこう入ってるんで、まあ、若干ね、どうかなって心配な面もありますけど、まあ、大丈夫でしょう。頑張ってやってみたいと思います。はい、ただいま午後1時32分ですね。今日はまあ、基本的には夕間詰めから半夜釣りなんで、これから釣りを開始です。今同行者が先に竿を出してるんですけどね、まあ、さっきみたいにサンバソウが釣れて、まあ、餌取りは多分おそらくサンバソウが多いかなと思いますね。まあ、夕方になればねチャンスあると思うんで、まあ、とりあえずちょっと第1投目やってみたいと思います。今これでハリス2キロです。誘導を30センチぐらい取ってますからね。針はこれ今チヌバリの1号ですね。チヌバリ1号、ちょっと一応メジナ狙いなんですけどね、とりあえずチヌバリ1号つけてます。ハリスにはガン玉、重り系を打ってません。完全なノーガンですね。浮きはゼロシブ、木桜でいうところのゼロシブですね。0号と005の間です。では1投目いってみましょう。この場所は久々ですね、竿を出すの。きっと動画ではアップしたことないってことはもうかなり前だと思いますね、最後に来たのは。よし、じゃあ1投目いきます。そうですね、サンバソウ見えてますね。なんか他にも何か見えてるな、何だろうね、なんか見えてはいますけどね、正体が分かんない。スズメダイ、念仏ダイあたりかな。ああ、もう当たりましたね。当たったね、当たったけど、あれ以上入っていかないとこ見ると、まだ入るか。よし、もっといけ、もっといけ。ダメですね、入らないですね。餌触って離してるね。餌少し残ってるもんね。今ややこう足元から払い出す潮が出てるので、手前にコマセを打って、仕掛けはまあその先に投入してますね。このチヌバリって本当に使いづらいな。このチヌバリってこうひねりが入ってるんで使いづらいんですよね。僕あんまりひねりは好きじゃないんで、まあ、チヌバリのストレートタイプのやつはね、たまに使うことあるんですけどね、ちょっとこうひねりの重要性もわからない人間なんで、ね、あんまりチヌバリは使わない方がいいですね、僕みたいな人は。まあ、同行者にもコマセは足元だけに巻いてって言ってね、沖にあまり巻くとポイントがね遠くなる可能性あるんで、仕掛けはどこに投入してもいいんですけどね。当たってるね、すぐ当たるんだよな。最後まで食い込まないですね。今度は完全に餌を取ってます。ちょっとこう誘導、今30センチぐらいあるんで、これ誘導も
なくして完全な固定の状態ですね。棚はハリス2広分だけです。沖の方の流れはややちょっとこう右に流れてる感じなんですかね。同行者とは違うところ狙いましょうね。そうですね、あそこまで投げると、まあ、小マスと仕掛け合わせてないんで餌はね丸々残ってきますね。よっしゃ、じゃあこれなら足元にちょっと仕掛けの投入場所を変えます。1杯だけ今仕掛けにかぶしましたけどね、小マスを。おいった、当たったね。なんだ今の当たりは。3バスなのかな。当ててきますね。ほらどんどん潮が出てきてる。ちょっと遠目から狙って小マスも置きにかぶせましょうね。大きめのコマス打ちました。お、当たった、当たりました。今度その乗れ乗りましたね。乗ったけどこれなんだ、ダメか、なんだこれ、誰だ、ああ、何これ、誰ですかこれは。スズメダイですね。これはスズメダイでした。スズメダイか、あの茶色いのね。メジナだけね、足元に打ってるコマスにメジナの姿でも見えれば楽しいんだけど、まださっぱり見えませんね。潮も当ててくるし、沖にいっぱい打ったコマセのようでどん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 手前に、入った。おー、いい当たりっす。もっと入れ、止まんなよ、もっと入れ。よし、乗った、乗りました。乗ったけど、なんだこれ、誰だ。まあまあスズメダイではないよ。おー、メジナが来ました。一応キラちゃん来たよ。メジナ来ました。メジナが来ました。ちょっとちっちゃいけどね、ちょっとちっちゃいですね。ちょっとこれは、あ、切れた。飲み込んじゃって血だらけなんで、よし、持って帰りましょうね。持って帰ります。ちょっと待っててね、メジナちゃん、ちょっと待っててよ。メジナですね、まさに塩焼きサイズ。ここですね、ここで口が開くとここに包丁を入れます。エラの付け根あたりにガツッと包丁、中骨に達するまで入れてですね、脊髄のところまで入れて処置を抜きます。こんな感じですね。ちっちゃいなこれ、何センチぐらいあるのこれ。25センチぐらいですね。まあ良かったです。メジナがいるのが分かっただけでも嬉しいね。ありがとうね、メジナ君。まあ、今あの針飲まれたので、針をですね、とりあえずグレ針の6号に変えました。ジヌ針1号からグレ針の6号ですね。よし、その辺で足当たった、当たりました。よっしょ、よっしょ。あー、これはなんだ、これはダメだな、これは3バスだな。うわー、
ってもね、サンバソウ君いい明かりするんだけどね、ね、綺麗なサンバソウ、ね、サンバソウです。はい、さよなら。どうしても浮きがないですね。当たったか、当たってるっぽいですね。当たってますね。あれ、失った。なんだこれ、なんかサンバソウか。やっぱりサンバソウしかいません。サンバソウがガンガン釣れます。サンバソウ多いな今年は。おお、来た。ナブラ、ナブラ、ナブラだよ。青物食ってこい。ワカシなのかイナドなのかわからないけど食った。あ、これ青物かもしれない。あ、違うな、青物ではないな。なんだこれ。おー、よく引きます、よく引きますね。お、メジナだ。メジナやりました。メジナ、ヒラメじゃないか。やっぱとりあえず一応タモ入れさえつきましたね。よいしょ。よいしょ。タモ入れさえつか、本当にこれ。まあ一応メジナ、あんまりずれないでタモ入れてきましたね。タモ入れサイズではないですね。まあ27、8ですね。28、29センチのメジナでした。こう泡がダラダラってした感じになってね、いわゆるこう潮の切れが悪いってやつですね。今ね、もっとピーッと一本筋で流れていけばいいんですけどね。今沖の方も潮が動いてる感じじゃないですか。おっ、来た、来たかな、来たかな。メジナなんですけどね、小さいですね。サイズがね、サイズがこんなサイズですね。20センチくらい。ちょっと君は入りましょうね。君はお家に帰りましょう。あとね、大きくなったら来てね。はい、さよなら。雪が見えないんで。雪なんかいいんだよ、見えなくて。この糸見てると糸がピンって張るから。まだまだ、もうちょい、もっと行くわ。おー、ナブラ来た、ナブラ、ほら。あ、青物が来るんじゃないな、青物。あ、折れない。折れないよ。稲田ぐらいだったら絶対折れない。マグロだったらちょっと危険かな。はい、OK、はい。よし、これで食ってくるよ。間違いない。これで、これでグイーンって食うよ。グイーン来るでしょ。来い、もう。来いよ。この糸見といてね、糸が。糸がほんとピーンって張るから。偏光グラスしたら浮き見えるはずなんだけどね。うん、今引っ張ったね。今のは引っ張ってんだよ。だから途中で今やめちゃうじゃん、魚が。あれだと餌取りかなって感じがするよね。まだグッていく、まだグッていくはず。魚食ったらこの状態でこうやってたるんでこないんだよ。もうずっと張りっぱなし。あ、いた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 。そう、どう、乗った。あ、乗りました。いいよ、一心捉えてるよ。今サンバソウっぽいな。
さっきより重い？重い？あ、メジナかもしれない。起きたけどメジナじゃない？あ、サンバそうですね。なんで重いって言ったの？そしたら竿をこうまっすぐにした状態で。さっきより重い。ああ、さっきより重い。はい、OK、はい。はい、サンバそう来ました。おめでとうございます。逃がしてあげてね。あ、まあ今にバンガがないですか。いや、これちょっとちっちゃすぎるんで、ね、もう少し大きい。これ石台の子だから、石台の子。大きくなったらいける。いいとこ刺さってる、ほら。はい。はい、サンバそうでした。サンバそうってなんですか。サンバそう、石台の子。まあ島台だね、島台。サンバそうかな。お、メジナ、メジナか。一応メジナですね。一応メジナなんだけどね。ちっちゃいね。あ、よっしゃ、はい、さよなら。ちょっとこの辺り狙ってみましょうかね。こっちの潮目の方狙ってみたいと思います。メジナですね。ちっちゃいな、やっぱここもちっちゃい。あ、いい当たりなんですけどね。あそこを狙ってもこれが25センチぐらいかな。25センチぐらいですね。ハリスがザラザラしてる。目の際で来たから、ちょっとハリス戦術します。センチですね。25センチ釣りました、今午後4時18分です。はい、ありがとうございます。サイズのアジばっかりなんですよね。
僕が針結構飲んじゃってるんで持って帰るんですけど、うん、来た？え、本当に？お、マジで？お、来たか？ちょっとどうなってる？どうなってる？いいよいいよ、もう最悪照らしていいよ。メバルが食ったんじゃない？メバルかからなくてね、味が味食ったじゃん。味だったじゃん。でかかったね。一回り大きかった。今の同行者はあの一広で釣っててですね、一広でも味で、僕はあの竿一本ぐらいのもう B の浮きと B の重りでですね、竿一本ぐらいの棚なんですけども、それでも味ですね。この引きはほらなんか横に走る感じがアジなんですよね。アジですねこれね。ほらアジです。これはもう間違いなくアジです。 1,2 匹までは楽しかったんですけどね、もうここまで釣れるとちょっと厄介です。はい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 。当たった当たった。おこれはあら、やっぱり軽い。やっぱり味ですね。味しか来ませんね。あらららららら。あ、しかも針飲んじゃったか。飲んじゃった。ごめんごめん。はい、ごめんごめん。味ごめんね。はいはい、もう今すぐ閉めるからね。ダメだね。当たりですね。当たってますね。当たり。これはなんだ。もっと入れ。アジなのかな。入れ。もっと入れ。もっと入れ。よし乗った。アジか。アジだな。ね、ここにかかってるってことは、これおそらく竿一本の棚で綺麗に食ったんでしょうね。だから本当上から下まで全部このアジです。さあ行きますよ、ラスト一頭。こっちの今まで狙ってないところを仕掛け落としてみます。際の方ですね。昼間の小サバなんかが湧いてるときは こうやってその際を狙ったりするんですけどね、いつも。さあ色づりではどうでしょうね。小アジが回ってるときにこの際作戦が通用するのか。おいった。なんだこれ。これがうわマジか。あの当たりをして、あの当たりできて味です。味か。最後まで味か。よし、もう終了ですね。もう終了です。最後まで味でした。すごいですね味ね。ほら全部味。メジナもね何匹かいますけど、まあ足裏サイズぐらいですね。メジナお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。